まず、北風が力いっぱい吹いて、旅人の上着を吹き飛ばそうとするが、かえって上着をしっかり押さえてしまった。次に、太陽がさんさんと照りつけると、旅人は自ら上着を脱ぎ、太陽の勝ちとなった。北風と太陽は、イソップ偶話の一つ。そこから転じて、物事に対して、厳罰で望む態度と、寛容的に対応する態度の対比を表す、言葉として用いられる。 ある時、北風と太陽が力比べをしようとする。そこで、旅人の上着を脱がせることができるか、という勝負をする。まず、北風が力いっぱい吹いて、上着を吹き飛ばそうとする。しかし寒さを嫌った旅人が上着をしっかり抑えてしまい、北風は、旅人の服を脱がせることができなかった。次に、太陽がさ々んさんと照りつけた。すると、旅人は、 暑さに耐えきれず、今度は自分から上着を脱いでしまった。これで勝負は太陽の勝ちとなった。手っ取り早く乱暴に物事を片付けてしまおうとするよりもゆっくり着実に行う方が最終的に大きな効果を得ることができる。また、冷たく厳しい態度で人を動かそうとしてもかえって人はカくなになるが暖かく優しい言葉をかけたり、 態度を示すことによって初めて人は自分から行動してくれるという組織行動学的な視点も伺える。ありがとうございます。